お疲れ様です。ただいま遅番から帰ってきました。もう今日は明日早番でちょっと早く寝なきゃいけないので、今日はカレーうどんと冷凍チャーハンと冷凍餃子です。でちょっと皆様にあの本当緊急のお知らせがあって、今日あの来月のシフトがやっとできたんですね。でそれはあの次いつ城ヶ島行くか、で次の城ヶ島はあの7日水曜日に行きます。ちょっとレンジチンします。で今日そのことをボランティアリーダーさんにメールしたんですね。そうしましたら、まあ、でみーちゃんが心配だったんで、みーちゃんどうですかって聞いたら、まず暑くて出てこないと。で今日だっけ、昨日だっけ、なんか久々にやっと来たと。でご飯食べてくれたと。だから一応元気ではいるんですけど、暑さにやられてるみたいです。でそれはまあしょうがないんですけど、みーちゃんのおけいさと、水毎日捨てられてるそうです。であげてるエリアっていうのが県の所有地なんで、とやかく言われる筋合いもないし、捨てられる必要もないんですよ。でこれってもう完全に虐待じゃないですかね。水は捨てられる、ご飯は捨てられる。でね、みーちゃんなんてほら障害を持ってるわけじゃないですか。絶対に許せないです。なんで、まあ自分なんて毎日行けないじゃないですか、月に1回から2回で。一応7日とあとね、後半最終週の水曜日かなに行く予定ではいるんですよ。だからもうその時もまあ暑いですけど、まあ、人間なんてどうにかなれば、どうにかなるじゃないですか、水分も取れるし。なんでパトロールちょっと強化します。まあ大体誰が捨ててるかっていうのは大体分かってるんですけど、まあね、証拠がない分何もできないじゃないですか。まあ容疑者は2人から3人、まあ多分この動画をいつも見てくれてる人は大体察しはついてると思います。なんで許せないです。ということで7日の日は、ね、前回目覚ましセットし忘れて起きたのがもう11時過ぎで行けなかったっていうのがあるんで、ほんとなんかね、あそこのエリアでモーちゃんが亡くなって、今みーちゃんでなんかね、ブーツちゃんもねまた来てるらしいんですよ。で今日ブーツちゃんと渚ちゃんが仲良くご飯食べてたそうです。鼻チュッチュもしたりとかして、本当にもう心配です。絶対に許せないです。醤油かけます。絶対ね、犯人も分かってんすよ、正直な話。犯人の家、容疑者の家知ってっから火つけてやろうかな。あーできた。よいしょっと。ほんとね、城ヶ島はねクソですよね。まだ加藤ちゃんのところが城ヶ島の虐待エリアよりはマシかもしんないです。まだほらなんだかんだ言ってあそこの店主がね、ご飯あげて出るところとか見て、まあ結局ね食べなかったですけど、一応そういう姿は見てるんで。なんで7日は絶対に来ます。どんなことがあっても。もう正直ね、夜やっぱ寝つきが悪いんですよ。腰が痛だるくて。なんで、もう一睡もしない覚悟で、まあ今日もですけど、明日早番なんで、7日の日は、もう最悪一睡もしないで、城ヶ島行ってパトロールします。では今日の晩ご飯は、冷凍チャーハンと、あとインスタントのカレーうどんと、冷凍の餃子です。では、いただきます。